今日の動画では井上尚弥の最も衝撃的な瞬間を見ていきたいと思います。デビュー戦から今までの試合を振り返ってみて、井上尚弥のキャリアを大きく動かした試合を見ていきたいと思います。最後に皆様の感想をコメント欄でお知らせください。相手はプロ21戦経験しているフィリピンナショナルチャンピオン、クリスティン・オマヨ。井上は1ラウンドでうまく狙い、ボディストレートをいいところに当て、クリスティン・オマヨは我慢できず、背中を向けて膝をマットにつけました。ヤンジャブから右ボディ、あっとボディが効いた。クリスティン・オマヨはなんとか立ち上がりますが、井上尚弥は派手なコンビネーションで攻めていきました。4ラウンドで強烈な左ボディを2回当て、オマヨはまた倒れました。ジョージの打ち分けも素晴らしいですね。このボディーブローの音がもうえぐいですね。実はこの試合、井上尚弥のプロデビューでした。マジで？デビュー戦で相手が21戦経験しているフィリピンチャンピオン、井上尚弥は怪物ですね。プロ5戦目で2本目のベルトに挑戦しました。フィリピンのヘルセン・マンシオと OPBF タイトル戦を行いました。井上は顔面とボディ両方クリーンヒットしていきました。2ラウンドでボディを効かせ、下がるマンシオを攻め、ダウンを奪いました。マンシオはフィリピン人のタフさを見せて立ち上がりましたけど、ボディが効いてるの分かってる井上はボディをどんどん打っていき、下に意識させて上を当てていきました。5ラウンドでいいアッパーを効かせ、モンスターモードに入りました。出てきたところにうまく右を当てた。ここでまとめる。マンシオは攻撃をもらい続けてたので、レフリーは試合を止めました。2本目のベルトを巻いた井上尚弥は、次は世界に挑戦したいと語りました。今後目指す目標っていうのは、まあ世界取って、その階級で、まあ、真のチャンピオンになることが自分の目標なんで、まあ、そうなるように今後とも頑張ります。OPBF チャンピオンになった井上尚弥は初世界タイトル戦にチャレンジしました。相手はメキシコの WBC ライトフライウェイチャンピオン、アドリアン・ヘルナンデス。ヘルナンデスは2階級世界チャンピオンで、この WBC ライトフライウェイタイトルを4回防衛してきてました。試合が始まり、井上尚弥はすぐボディを攻めていきました。それからパワーパンチをコンビネーションで当てていきます。井上尚弥すごいですね。そうですね。2回戦は川島さん、もうこれチャンピオンです。おっと、角度を変えてた時だったから、左のダブル、第1ラウンドのような身を打ち殺していきます。そして左から、でもハナンデスはタフです。チャンピオンのハートを見せて戦いました。6ラウンドでとうとうダメージがチャンピオンに追いついてきて、井上の右をもろにもらい倒れてしまいました。ハナンデスは立ち上がりますが、戦う意思を見せなかったので、レフリーは試合を止めました。井上尚弥の KO 勝利です。これで井上尚弥は世界チャンピオンとして輝きました。2014年9月5日、世界タイトル初防衛戦が決まりました。チャレンジャーはタイ人サーマートレックゴーキャットジム。この試合で井上尚弥はスピードが速いコンビネーションを打ちました。近い距離からアッパーフックをガードの隙間から当て、4ラウンドでダウンを奪いました。フィニッシュモードに入り、サーマートレックを KO しに行きますが、
ゴングが鳴り、サマートレックは救われました。井上尚弥はコンビネーションをバンバン当てていきます。もらってるサマートレックが立ってられるのが謎ですけれども、6ラウンドで強烈なボディをもらい、2回目のダウンを取られました。サーマートレック気持ちは強いです。なんとかまた立ち上がります。井上尚弥モンスターモードアクティベイテッド、効いてる相手を倒しに行きますが、サーマートレックまたゴングに救われました。井上はクリーンヒットを上下当てていきますが、このタイ人のハートは強いです。諦めず戦い続けます。11ラウンドでダメージを取っているし、勝つ道がないと考えたレフリーはサーマートレックをセーブしました。試合を止めました。井上尚弥初防衛戦勝利して、ライトフライ級として最後の試合でした。 WBC ライトフライウェイチャンピオン井上尚弥は階級を上げ、 WBO ジュニアバンタム級チャンピオンオーマー・ナラヴェズをチャレンジしました。オーマー・ナラヴェズは2階級世界チャンピオンで27タイトル防衛戦に成功しています。ボクシング歴史で記録です。46戦43勝1敗に引き分けの戦績でダウンされたことがない強いチャンピオンでした。井上尚弥は30秒以内にハンマー右を2発当て、倒れたことがないナラヴェズをダウンしました。ナラヴェズは立ち上がって戦い続けますが、30秒後にまたダウンを取られました。階級を上げて井上尚弥のパワーが倍にアップしたように見えました。2ラウンドで井上尚弥は攻めていきました。カウンターフックを決めて3回目のダウンを奪いました。さすがベテラン世界チャンピオン、また立ち上がって戦い続けますが、レバーブローを2発もらい、4回目と最後のダウンを取られました。もうまたこのボディーブローも見てるだけで体が痛いです。これで井上尚弥はライトフライ級とジュニアバントム級のベルトを獲得し、世界2階級制覇しました。嬉しいです。減量から解放されて、まあ、いつも あの自分の姿が見せられたかなと思います。どんな挑戦者でも受けて立ちたいと思います。WBO ジュニアバンタム級チャンピオンとして初防衛戦の相手はフィリピンのワリト・パラネスでした。井上尚弥は手を怪我してしまい、これが1年ぶりの試合でした。ゴングが鳴り、井上尚弥はパラネスのガードを重いパンチで攻めていきました。パラネスは効いてないアピールをしますが、井上のフックをもらってしまいました。そこで井上尚弥はガードの上から効かせてダウンを奪いました。信じられないパワーです。パラネスは立ち上がりますが、明らかに効いています。井上尚弥はこのチャンスを見逃しません。パラネスを倒しに行きます。2ラウンドで KO ノックアウト勝利で、またヤバいパワーを見せてくれました。5度目の WBO ジュニアバンタムウェイ防衛戦 versus WBO ランキング2位リカルド・ロドリゲズ。井上は左をバンバン当てることができました。構えを変え、サウスポーからも左ストレートを打ちました。3ラウンドでダブルレフトフックでリカルドを倒しました。立ち上がったリカルドを下がらせて、一発強烈な左フックでまたダウンしました。リカルド今回は立つことができなかったです。井上尚弥の KO 勝利になりました。井上尚弥さすが世界チャンピオン、右だけではなく左も怖いですね。これで井上尚弥の戦績が13戦11 KO まで進みました。これはやっぱり打つタイミング、これは
井上尚弥ジュニアバンタムウェイトとして最後の防衛戦はフランスのヨアン・ボアヨとやりました。ヨアン・ボアヨは31連勝中でした。試合が始まりパワー差が明らかでした。ファーストラウンドが終わる近くに井上はカウンター左フックを顎に当てダウンを奪いました。音から左ボアヨ dropped dead。 死んだように倒れましたね。なんとかボアヨは立ち上がりますがフラフラです。ボアヨはゴングに救われました。井上尚弥ザ・モンスター左タグ。井上はまだダメージが効いてると知ってパワーパンチを当てに行きます。3ラウンドで左ボディがクリーンヒットしボアヨは我慢できず膝を一瞬マットにつけました。このボアヨが明らかにボディが効いてるので井上はボディを攻めていきます。同じレバーブローを2発当てもう一度ダウンを奪いました。ボアイオはまだ戦います。立ち上がってフットワークを使い直哉の攻撃を避けようとしますが井上は急がずゆっくり距離を潰していきます。ボディにコンビネーションを当て4回目のダウンを奪いレフリーは試合を止めました。これで井上直哉は WBO ジュニアバンタムタイトルを7回防衛しました。井上はこれからバンタムウェイトに階級を上げ3階級世界チャンピオンになることに挑戦しました。井上尚弥バンタムウェイトとして初試合は WBA バンタム級タイトルマッチでした。相手はチャンピオンのジェイミー・マクドナルド。これはマクドナルドの7度目の防衛戦で井上尚弥を舐めてました。インタビューで井上のことなんか知らない、自分はそんな楽に倒れないと言ってました。試合の始まりから井上はアグレッシブに攻めていきました。左フックを2発当てチャンピオンをマットに沈めました。マクドナルド立ち上がって構えを取りますが井上のモンスター連打に耐えられず倒されました。井上尚弥は1ラウンドでジェイミー・マクドナルドを倒し WBA バンタム級チャンピオンとして輝きました。世界3階級チャンピオンモンスター井上尚弥。WBSS バンタム級トーナメントに出場が決まり、1回戦は元 WBA スーパーバンタム級と元 IBO チャンピオンカルロス・パヤノとぶつかりました。WBSS とは最も強いボクサー8人が集まり、チャンピオンであれば自分のベルトをかけてトーナメントで戦う団体です。トーナメント優勝者にはモハメド・アリー・トロフィーと賞金1000万ドルが与えられます。パヤノは強いボクサーで20勝1敗の戦績で KO されたことがなかったです。井上尚弥のキャリアで最大のチャレンジになるはずでしたけれども1ラウンドワンパンチ KO で勝ちました。これで井上尚弥の戦績が17勝15 KO になり WBSS セミファイナルに進みました。 WBSS セミファイナルは無敗 IBF バンタム級チャンピオンイマニュエル・ロドリゲスとの対決でした。井上はイマニュエルに勝てば WBSS ファイナルまで進むこととともにイマニュエルの IBF ベルトと The Rings のタイトルを奪います。試合の始まりから両選手ぶつかり合いました。井上は左フックを狙っていきます。2ラウンドで井上のフックがクリーンヒットしてイマニュエルはキャリアで初めて倒れました。井上は立ち上がったイマニュエルをフィニッシュしに行きました。ボディーブローで2回ダウンを取り井上は KO 勝利しました。
井上は無敗、ダウンさえされたことがないチャンピオンを2ラウンドで KO して WBSS ファイナルでノニト・ドネロとの対決が決まりました。 WBSS ファイナル、井上尚弥 vs ノニト・ドネロ。ノニト・ドネロは4階級世界チャンピオンで、パンチのスピードとパワーで知られてます。ベテランファイターです。井上と同じ WBSS の1回と2回戦は KO 勝利してきてます。井上尚弥のキャリアで一番タフの試合になったと思います。11ラウンドでボディを効かせてダウンを取り、判定で勝ちました。この試合の分析動画は概要欄に貼っております。皆さんぜひチェックしてみてください。この勝利で井上尚弥は無敗で IBF、 The Ring、WBA スーパーと WBSS チャンピオンになりました。4月25日マンデレーベイラスベガスで、井上尚弥 VS WBO バンタムウェイチャンピオンジョン・リル・カシメロとの試合が決まっております。この試合は楽しみです。また井上尚弥は衝撃的な KO を見せてくれるのか、皆さんはどう思いますか？皆様の意見が知りたいです。コメント欄でお知らせください。ファミリータイムチャンネルでは、格闘技をより楽しむための知識ポイントなどを紹介しています。その登録ボタンをスマッシュして、一緒に井上尚弥を応援しましょう。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。皆さん、 We'll see you again soon! Bye bye!